ということで、よろしくお願いします。仕切り直しで、仕切り直し、仕切り直し、ワンワンワン、大変失礼いたしました。では、収録始めます。はい、はい、お願いします。いきます。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキさんのキャンと、自己紹介どうぞ。はい、サッチーのランダのリク・カイ・クーです。よろしくお願いします。お願いしま す。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、テイク2 珍しくテイク2を参りましょう。うん、うん、このよ、防音のこの穴穴見てたらよ、うん、目が回ってよ。なんでよ目が回ってよ、うん、目が回って見ないようにしたらいいさでは番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてこすってくださいね。ということで、今週の1曲に行きたいと思います。お願いします。今週の1曲はビギンでおばあ自慢の爆弾鍋です。どうぞ。マジやばい。ん？このあの見たらよ。ちいかちいか。性格か知らんけど。うん。数を数えてしまうわけ。なんでよや。で目が回るわけよ。何個数えたかねって。わからん。わからんって。デジタルと崩壊始まりますよね。ずっと見てると、うん、なんか模様があるのかないのか、穴が開いてるのか開いてないのか。A型あるあるか。分からん。僕はよくあの入院中に病院のベッ、はいはいはい、あの屋根を見てずっとゲシュタルト崩壊してました。ああ。うち屋根、あ、天井、うん、あの木目なんですよ。はい。人の顔に見えますね。キャー、怖い。うつるさよ、うつるさよ。でもあれ、若干なんかあの模様にも見えるよね。だからさ、上のさ、木目さ、うんうん、なんかムークの叫びみたいな、なんかたまに見えたりもしないこともないな、確かに。ええ、何？こういうのお前ネタにして持ってこいよ。ネタにして持ってこいよって。だからメモ帳持ってってるだろ。最近あれだよ。ん？ちょっとだけやってるけどね。ちょっとだけ。うん。うん。何してんの？ん？下読み中。メールの下読み中。スケベや。何がよ。何がよ。今日ショックだったな。何が？週に1回って言われたから。あ、お酒ね。うん、お酒週一って言われたからね。週一禁酒だったら分かるけどや。
その方が美味しく感じるようにほらその方が美味しく感じるようあらんどうやでもあれだよ、週に1回とか2回とかだったら逆に美味しく感じるよ、私も毎日よりは、うん、俺の体はアルコールでコントロールされてる。アルコールでコントロール、なんでよや。うまいで。なんでアルコールでコントロールっておかしいでしょ、そもそもがそもそもがおかしいでしょ。うまいって言うだろ、普通。うまい。言わねえ。あと関西人じゃないからな。うん、関西人じゃない、私。うん、俺も関西人じゃない。この前、あの、FM 小座の正規さんのバーに行ったんですよ。いつも通りお気に入りのカクテルを注文したら、うんうん、気づいたらスピリタス僕だけで半分なくなってました。やば。こんなに飲むんですか。はい。その辺飲むときは飲むみたいな。そうですね。で、カクテルで結構作ってもらってるので、うん、それをこう混ぜたカクテル作ってもらってるんですけど、うん、僕が最近ハマってるお酒がこのスピリタス入れるので、うんうんうん、それが結局僕しか飲まないので、お前だけでこの半分減ってるぞって言われて怖っ。うちの悪い面で言うと、いろんな居酒屋行くんですけど、はい、ボトルキープしました。放置って、ね、はい、放置。こっちの居酒屋来ました。ボトルキープしました。はい、放置。なあ、放置だな、確かに。なあ、半分以上残ってるけど、残ってるね、放置してるね。全部放置してるな。ボトル一応、あの、保存期間ありますからね。あるあるある。僕もキープ作ったら早めに飲みに行くようにしてますよ。うち放置だな。はい、じゃあ曲あと30秒で終わりですね。はい、はい、はい、マイクオンにします。お聞きいただいたのはビギンでおばあ自慢の爆弾鍋でした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは好きな沖縄料理です。というのも、本当は21日の、料理番組の日でやろうと思ってたんですけど、ちょっと私が日付を勘違いしたというなるほどですね。そう、なのでもうまあいっかと思って28のオンエアの時に沖縄料理を皆さんにちょっと聞いてみようかと思ったので、今回はこのテーマにしました。キャスの方が早速来てますので紹介したいと思います。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、リクカイクーさん、皆さんこんばんは。ワン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 、3回回ってワン !7 回寒い、最近まで夏日だったのにと来てますね。ペーターさん来てます。犬のマークがたくさんワン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 。カープボーイさん、永遠の28歳、和子さん、赤乳デビルのって来てますね。あ、言ってた、そんなこと。赤乳で、あ、和子さん、うん、家族さんは俺の恋人だから。あれ恋人なのね、うん沖縄大好きさん、こんばんサッチー、こんばんサッチー、サッチー、カープボーイさん、好きな沖縄料理かフーチャンプルーとかイカスミ汁とかソーキ汁かなと来てますね。美味しいですね。美味しいですね。全部食べれないあれイカスミも食べれない。イカスミも下手したら豚入ってますからね。あ、そっか、そっか、3枚に書いてるからな。あ、そうだそうだね、確かに。ちなみにリクカイクさん、はい、好きな沖縄料理は何ですか。いろいろ考えた中でやっぱりタコライス。あれタコライス、
なんでかわかる？なんで？元娘がラララタコライス、ラグムルカ、タコライス出身なので、うん、それでタコライスにハマりましたね。あれと思った。ヒージャーと思った。ヒージャーと思った。メーって。あて。メールの方が来てますので紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、陸海空さん、こんばん。サッチー、こんばん。サッチー、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、好きな沖縄料理たくさんあります。沖縄天ぷら、沖縄そば、三枚肉、ポーク卵に、ゴーヤーチャンプルに、ヨシ豆腐など、一押しは沖縄そばと来てますね。美味しい、全部美味しいよ。美味しいけどね。ん？けどね、何？ん？けどね、何ですか？沖縄ちゃんぽん食べたら？あ、ちゃんぽんっていう手があったか。ああ、いいですよね。全部が入ってますね。ちなみに私が好きなのは、私もたくさんあるんですよ。ちなみに言うと、まあ沖縄そばもそうです、三枚肉もそうだし、ポーク卵もそうだし、まあ、天ぷらもまあまあまあ好きかな。あんだギティギティしてなければ。うん。で、あと一番最近ちょいハマりつつあるのがタコライス。あー、美味しいですよ。あなたもかい。うん、タコライス、はい、ラララタコライスが好きってなんで歌わすか。なんで歌わすか、うん、でも私タコライスもそうですけど、一番好きなものって言ったら三枚肉そば。島そばか。島そば、どこの、あのうるま市の、わからん、山の中にある。山の中、山の中どこあったっけ。あんたに連れて行ってもらったさ。うん、いっぱい行ってるさ、うん、いっぱい行ってるかわからない、どこがあるかな。ちなみにキャンさんは好きな沖縄料理何かございますか？結構いっぱいあるんですけど、結構食べれないの多いですよね。はい。今日のテーマに沿うと、もうまさに永遠の28歳僕ですよ。僕28の時に豚アレルギーを発症して、あららららら、28で沖縄料理が食べれないという気が止まってます。いやー。まあ一応でもやっぱり中身汁とかも大好きですし、うんうんうん、沖縄そばも大好きですし、はいはいはい。シプリフーチャンプルとか、あ、うん、もう沖縄の料理は何でも好きでしたね。うん、なんか今日だった再放送でなんかタコライスやってたよね、テレビで。ああ、やったね、県民ショーか。県民ショーで、まあ、ちなみにタコライスって意外とあの牛肉 100% 多いので、はいはいはい、食べれるんですけど、うんうん、まあ、ひき肉なので確証が持てないとなかなか行きづらくて怖いんです。ああ、合わせがあるかな、合わせ混合が、あ、豚と牛肉を混ぜて、うんうんうん、まあでもそれが美味しいんですよ。またそう、100パーよりは豚混ざってる方が美味しいんですよ。、うん、キャスの方で、ナッティーナチコさん来ております。サッチー先輩だから先輩じゃないってば。サンシャイリーク、サンシャイリーク、何ですか。いけばのキャンさん、はい、どうもこんばんは。こんばんはと来てますよ。だから私あのめっちゃバラしてるんだけど、ナッティーナチコさんのこと。私の二個上のシージャっていうね。しかも先輩だよ。先輩だよ、ナッティーナチコさん。笑い転げてますね。本当に高校の二個上の先輩って知ったのびっくりしちゃってば、ナッティーナチコさんが。うん。うん。だから、うん、結構分かる先輩いるはずよ。うん、沖縄大好きさんがナッティーナチコさんに、ナチコさんこんばんはって来てますね。うん、ナチコさんって来てる。ナチコ。あんたもこっちに来い。あんたもこっちに来い。あんたの方が俺より面白いよ。あ、でもナッティーナチコさん近々呼びたいなっていうのはあるんですよ、先輩だし。お、ぜひゲスト出演。結構なんだっけ、キャス、お互いキャスやってるんで、たまに、ナチコさんのコラボで上がったりとか、
コラボで上がって1時間近く喋ってたことがあったので、絶対盛り上がるじゃないですか。盛り上がる女子トーク、女子トーク。あ、女だったの？ええ、ええ、いや、女だよ。そう。リク飲んでるねーって。イエーイ。イエーイじゃないよや。イエーイじゃないよや。今度一緒に飲もうぜ。飲みたいの？はい、カリーあらに。なんか見る？何を見る？LINE、なんかさっき会社になったら金太郎言ってたさ。だから、やっぱ今日やめとこうかな。あ、それ任せます。代表に怒られるぞ。こんな番組で会社のこと言ったら怒られる。え、こんな番組って何かって聞くめや。どんな番組よ。ナッティーナチコさんが飲もうぜってよ。いいぜ、ね、今度沖縄しに行く機会があったらマジでナッチコさんに会ってみたいと思うさ。お、ナッチコさん沖縄市なんですね。そう、沖縄市なんですよ。じゃあ僕も行けますね。行ける行ける、全然行ける。何、面白い人だはずよ。はずよだよ、はずよ。はずよ、あくまではずよ。僕も会ったことないから。あ、そっか。そうだね、うん、考えたら。うん。けど、仲、ちょっといいかなと思って。うん。歳もまあまあ近いっちゃ近いんじゃない？うん。私の2個上だから。まあ、歳考えたらね。うん。うん、近いかな。うん。どうしようかな。なんだって？面白さ、リークには負けるよって。負けますって。は？あ、なちこさんが。ありがとう。本当によ。本当によ。リクは何だろうね。スイッチ入ったら面白いよね。あ、スイッチ入ったらよ。うん。うん、普段。スイッチ黙ってるけどね。スイッチ入らなければすんごい黙ってるんですよ、普段。びっくりするぐらい。なので私も、あ、今日はスイッチ入ってるなと思ったらツンツンとかしてツンツンとかしてから遊んでます私、普段は。いいですね。ね、リクさん。うん、うん、うん、だけ。うん、うん、いいよ。俺おもちゃにしてくださいね。なんでおもちゃよ。僕は大学生の時に陸上部の先輩にツンツンされて、はいはい、ジンマシンが出て本気で謝られました。あららららあらららら、キャン、ごめんな。先輩ごめんなさいね。キャスの方でナルトラさん来ております。お疲れ様です。お疲れ様です。やっぱり一番の沖縄料理は沖縄そばです。麺類好きだからわらと来てますね。美味しいですもんね。麺類で最近流行ってるのはテルキナそばだろ。うん、テルキナそばめっちゃ流行ってる最近。なんか X でよく見るよね。ナイチャーとかも買ってるね。うん、取り寄せて。結構あの味噌煮込みスキーさんとか、はいはいはい、あの名古屋近辺の方とかも買えるみたいで。へえー、そうなんですね、うん、結構 X で載ってますね。いいですね。最近全国発送してるとこ多いかもしれないですよ。まあ、そういう意味では沖縄そばで焼きそばも美味しいですよね。ああ、ナポリタン。俺はケチャップ味だね。ナポリタン、ケチャップ味だね。ケチャップ、ケチャップ味よ。うん、わかるよ。私たまにソースで作るけど。ソースね。ソースね、うん。ソースなだけに。ソースねーって。カープボーイさん、ナルトラさん水曜日いつもうどんかラーメン食べてるよねって。ああ、確かにナルトラさん麺率高いですね。高い、うん、確かに高い気がする。 X 見てたら、うん、ふーんって。お、俺もラーメン屋だから。うん、俺の作るラーメン美味しいだろ。美味しいよ。美味しいだろうって。美味しいよ。言う時点でもう俺ダメだ。でも結構レイクが作るラーメンボリュームがあるんですよ。おボリュームがあって、なんかいろんなのね、乗せるよねいつもね、うん、なので結構いい感じでいつもあのお腹いっぱいだなって思いつつ食べます。いいですね。ボリュームたっぷりのラーメン食べたいけど食べれない。んで。ほとんど豚骨なんですよ。あー、ね、醤油とかは、醤油とかも実はだしに入ってたりとかするんで。
なかなか出汁まで入ってないの探すの大変です。ああ、なるほど。もう完全鶏ガラパイタンとか、パイタン系かとか、あとはもうアサリとかですかね、うんうんうん、出汁もアサリですよみたいなところだったらもういけるんですけど、うんうん、はいはいはい。だから今ちょっと一軒だけ知ってるので今度行ってみようかなと思ってます。おお。レイクはさ、うん、あの、うん、南部に住んでるじゃん、もともと。どっか美味しいラーメン屋さんとか知らない？山原レイクが行ってるお店。なんだっけ、記念高校向かい。なんだったかな。なんかある。なんかそこだったらどんなかな、ね、でもよ、あそこのお店一回行ったさ、うん、何、あの、もっとラーメン屋からすると、うん、麺の歯ごたえが強すぎる。あー、逆に、うん、逆にそうくるか。食べ応えあるかもしれんけど、麺がちょっと硬すぎるかな、うんうんうん、でもさ、何だったかな、 Facebook 情報で、うん、この知念高校向かいのラーメン屋さん、はい、ちょっと臨時休業が結構続いてて、はい、で一時期閉めますみたいな。あった。そう、あったのよ。あっちも閉めちゃった。私近くのラーメン屋さんないじゃんと思って行けるところが。あった。どこ？あ、リクラーメン屋リクラーメン屋。何でも作ってますよ。うん。カープボーイさんが、キャスの方で、国立劇場沖縄に入っている、矢沢永吉ファンがやっているラーメン屋さん美味しかったよと来てますね。え、そういうところある？873か。8738。そうだね。矢沢。この前見たな。あ、ナンバー。見た見た。矢沢ナンバー見たな。見た。矢沢ナンバーも見たし、何だったかな。安室奈美恵さんじゃないな、浜崎あゆみだ。浜崎あゆみさんの、はい、なんかプリントみたいなのされてる車も見ました。ラッピングで。ラッピングで。あ、みんな好きですね。どよ、何ん、あんた来週あれしたら、何したら、車のナンバーこだわりありますか。あー、えそこ、うん、よく見るだろ。見るよ。私もよく37とか、うんうん、8888とか、うん、なんかこだわりあるかっていうこと。うん、これにしたらあの、決めてあるっちゅうねん。俺の場合は、うん、思いつかん。あおう、ナッティーナチコさん、ラーメン、リク食べたい、食べたいさって。作ってあげるよナチコ、作ってあげるよラッピングカーすごいよねって来てますね。あと、そうそうそう、僕は傷を隠すためにフルラッピングしたいですね。あー、色は気に入ってるんですけど、今の車の。はいはいはい、うん、なかなか傷が結構多いので、うん、車の話になった。うんうん、それ来週するよ私。あ、うん、黙っとこうな。黙っといてください、うん、では来週がちょっと2週撮りになりますので、はい、2週分の、テーマを発表したいと思います。お願いします。2月4日の放送テーマが、料理はする派、食べる専門です。というのも、これはキャスで決まりました。おいいですね、私のキャスで決まりました。いいですね。で、2月11日放送のテーマが、笑顔になる瞬間です。収録は 2月5日に当たるので、はい、2個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 、ああ、いいですね。語呂合わせで2個2個ということにしましたよ。大浜さん来てますね。間に合った、こんばんはと来てます。こんばんは。こんばんは。お茶もありがとうございます。うーってちょいちょいちょい違うでしょ。あ、タバコのケースがない。やりたいですけどね。だいたい言うよね、リー君ね。お家でもうーって。お前捕まえに来たんだよ。
とかね、救急車とか来て、お前迎えに来たんだよとかね、言いまくってるよね。ではそろそろお時間ですか？そうですね、あと1分です。1分なんか言いたいことある？黙るなし黙るなし。あの会社も宣伝したいなと思ったんだけど、もうこれ、もう来週以降やってください。今日やめときます。来週以降やってください。バイバーイ勝手にバイバイしよった代表に怒られます。来週以降ね、来週以降また来るときにね、うん、用意しててくださいね。はい。ジュンナ6時半から飲むってよ。そりゃそうだジュンナさんはね、うん、うん、お二人さん元気で何よりと来てます。大浜さんが、リークラジオでは伝わらないけど、だニコニコしてごらんって。ニコニコはあ、もうなんでよやということでお時間となりました。今週の相手はサッチーと、はい、ミキサードキャント、リックフェイクでした。はあ、もうではまた来週、バイバーイ、バイバイ。はあ、もうはあ、もうチャイナ、はあ、もうだからニコニコできないさそこ、うん、マスク切れたった、切れたんかい、切れたんかい、切れたった、切れたんかい、はあな、はあなお疲れ様でした。受ける、今日もお疲れ様でしたってなってこうが、急にあの、うん、うん、なんだよ、ラジオの収録が終わったらナチコを呼び捨てにするっていうね。ナチコ、私が呼び捨てにするってね。大浜さんもお疲れ様って。お疲れ様です。はい、早く帰って。早く帰って何？ん？早く帰って何を？オートバイ打ってきます。来週のネタにしようかな。あ、今日オートバイ打るんだよ。知ってるよ、来週のネタ。うん、うん、リクさんお酒控えめによって。はーい、ゆくしてゆくしてゆくしてときた。自分の体は自分が一番知っていない。あ、知っていないんかい。あ、いないんかい。知っているだろそれ知ってなくてどうするの。音が打ってくるね激安やで。だからよ、1万円やで。うん、あんな上等オートバイが、ステッカーだらけのバイクね。だからステッカーだらけだから1万円だって。ああ、あえて、うん、あえて1万円。なちこが呼び捨て、いつもさーって来てるいつも私は呼び捨てだからね、なちこのことはね。うん、いいさ別に。うん、仲良しだし、とって LINE も知らないけどね。DM はしてても、うん、DM はやり取りするけど LINE 知らないっていう。いいよ、そのぐらいの関係が一応 C じゃ一応 C じゃ。はい、沖縄の美味しい料理、焼き汁。今頃な番組終わってるよや。終わってるよや焼き刺し、イエイ、抗がん差し、イエイイエイってイエイって。焼き差しの抗がん差し美味しいですけどね、一応。お、まだ金玉だごめんなさい、あの抗がん食べたことないんですけど、コリコリして美味しいです。たまに俺食べるような、焼き差し、焼き差しとか馬刺し、馬刺し、焼き差し、うん、これ何のためか分かるか。性欲つけるため。あ、あなたとのちょめちょめが、ああ、てんてんてん、子孫残してるだろ。子孫って、子孫って言い方よ子孫って子孫純くんですかそこで来るかと思ったでしょ今あと20秒ぐらいかな。もういいか、ね、もういいかって。何を聞かされるんだろう、おつおつって。
あれだ。なちこが。帰り気をつけてね。ありがとうございました。